その夏にとても大切な人たちを亡くしてしまったの。隊長さん、お話しさせていただきますよ。1945年8月敗戦前夜、ある一つの密命が下された。これから言うことは重大な機密だ。回し場所さ、小泉中尉。その財宝を祖国復興のために機関らに隠匿してほしいのだ。お前たちが運ぶのは本土決戦用の秘密兵器である。でもなぜこの任務を与えたのでしょう。腕力より懐疑心を持たな純情さを選んだのだろう。その時すでに私たちも抗うことのできない流れの中にいたの。大将、大尉、俺はお前たちと一緒じゃなきゃ死なん。決して一人では死なん。赤鬼戦争をやめるのは決して恥ずかしいことではないと思います。マシバ少佐殿、命令であります。こういう結末は考えてもいませんでした。思い出して生きねばなりません。我々も少女たちも。先生、あの娘には生きてもらわなければならんのだ。日輪の遺産。